向こう見ると走るよ多分。いいじゃん、お客さんなんだからお金払ってんだもん。どうした？頑張って、うん、まあ頑張ってなくていいけどね。ありがとう。もう待ってね、今洗い物してるから。さあ、すぐ人に言ってやれとか言うの？自分が来たこともねえじゃん。うん、そんな能書きたれんだったらお前が行けって話になったぜなあ。あんたんだってよ、お前らに支持中はないんだよ、資格はないのね。わかった？ないの。そのまま普通に分かれよバーバー。一人いらっしゃい。雪降ってますよ。うん、雪降ってますよ。そうそう、だからさっき聞いたのよ、うん、何飲む？麦のつまり。はいよ。そうそう、うん、来てくれたな、うん、俺がほら、あの、あんまり名前をこうここ入れねえタイプだから、うん、あ、大丈夫です。はいよ、おーい、僕そうそう、どっちがいい、これ6人です。そのままそのままお名札でいい、はい、娘の旅行ありです。絶対どっか行くべ、行くらんねーや、行かねーよ。
ンマンもアンチみたいなのでどこ行ってた何してた今回はなくてこの時間でなんかいや薄めで玉割りとかさまだ6時半なんで行ったら誰でしょだからどっか飲み行くんじゃないいやだけどもう僕今日行きます目的者ですよそうだよ、絶対タクなんだからよ電車とバスは用なんですかほら、いいやねえ、ってなんか俺らでもあれもんですよやめるがさ寄ってきたらいつもこの人に昨日なんかよかっただって歩くの買ったりとか言い始めるからね出れやかしらね俺は、まあ歩けって言われる歩くよ。今さ、言うのじゃなくなってからコメントの発信がやっぱり知らないよ。流れうるさいわ。自分が楽しんでんじゃねえか。これうるさくそう。牛筋もらってさ。牛筋？あいや。いやでも久しぶりじゃないよ雪そうなんですか大阪おう去年は全く来れなかったんじゃないかなおう俺去年はその記憶がないなうん何年前何年前だったっけ4年ぶりぐらいじゃない行ったのうんまあ多分だからすぐあの雪は消えると思うよ。うん。帰り降りないか。帰りか。どうかな。これからあの降りが増すってことは。多分あんまないと思うよ。うん。おいよ。よし。何そこで言ってんの俺地獄の耳だからねほんとああどっか行くんだわいやただそのクラブ行ったことないんでクラブのミップ買ってきてわーってこうはシャバップわーってうん都会もなくなったんでいいんじゃない、ね、うんもちろん村さんは僕にラチンますけどクラブやったら俺ラチンのクラブはラチンますよそうよだって俺明日どうすんのよねえまあ明日も別にいいんだけど正月にもう1日から開いてますじゃあ開けなきゃしょうがないんじゃないのだって休んでよ、はい、家にいたって俺やることねえのねえ女がいたらまたちょっとなんかあんのかもしんねえよだけど一人ぼっちだから。で、部長さんがいりゃね、あの、言っちゃうよっていうのもあるけど、なんもねえから。うん。福岡さん、今度ね、あの、家内設定なんで、家、あの、僕のマンションで打ち込まれてますね。嫌だよ。断る。福岡さんの家で打ち込まれてます。やめて。そんなことばっかり言うとみんなあのホモだとかなんだとか始まるんだからホモで闇金設定らしいそうホモで闇金設定らしいよ
そうよ。どうみんな言ってるね。俺はね、言われてるわけじゃねえから。闇金には見えるかもしれない。言われるかな。ああ、そう、はい、行儀ありがんね。ええ、待って待って、見た感じ行儀ありがん。入ってるからやめて。ああ、もう半分ヤクザだから。おい、あんちゃんちゃんヤクザやん。もうヤクザは言い過ぎかもしれないけど、半グレだから。昨日店入って1時間で帰れって言われたんですけど、今日は30分で帰れって言われたんですけど、そんなんガラ悪いやつはさっさと返すよ。いや、めっちゃいいお客さんだもんね。まあ確かにね。僕以外の彼氏でいいお客さん。佐野くんが一番行儀悪い。うるせえ、これやれ。てめえや。俺そんなことないよ。俺いつもお客さんを一番に考えながらここに立ってんだから。なあ。素晴らしいじゃねえか、考えてるよ。もう毎日それで俺はね苦しんでんの。俺はこれでよかったのかって。ああ、ね、だからうなさんが一番うるせえから、そこ目の前で言えよ。コメントで打たねえで、もう最悪だぜお前。いや、うるさいから、本当に。いや、うるせえから、本当に。うん。今日、ぼったくっちゃうからね、本当に。それ、処罰してください。ぼったくっちゃうから、お前、頭来ちゃったよ、俺よ。だから、うるさいよ、昨日入店30分でって。自分が遅れて来たんじゃん。あれ何、何じゃあ俺、じゃあ、いやいやいや、そうだよね。ああ、それはダメですね。ほら、自分が都合悪くなる。それはちょっと待って、ストッパーかかっちゃうから。まあ言わねえけどな。はい。ああ、ね、はい、いつもおったくりだろって言ってめえ。うせえよ、この野郎。お前はキモいね。いや、まあ、ずっとキモいけどね。いや、おもろいって言われたから僕はやっぱ回りますわ。ああ、そうですか。ああ、そうしますか。俺一番金払う。ああ、じゃあもう混ぜ2号みたいな感じになるんですか。ねえ。勘弁してくださいよ。客を殴るお前が言うな。だからよ、殴ったらね、俺言ってんじゃん、いつもよ。なあ、ツケが回ってきてんだろうがよ。なあ、ターボーに謝れよ。謝んねえよ、うるせえなこの野郎、てめえよ。おい、ちょ、どうやって俺の方向いて、俺直接あ、直接今度肋骨折ったろ、こんな野郎。ああ、ただ3倍で、まあ確かにな、俺が一番うるさいかもしんねえけど、うん。いや、じゃあ客を大切にしてるとか嘘じゃん。してるよ。だってターボ俺の店で会計してねえから、客じゃねえから。お金払ってくれたらありがとうございますってなるけど、ああ客じゃねえだろうがよ、どう考えても。だ、金いらねえから帰れっつったんだろうがよ。そんぐらい行儀の悪いやつだったってことよ。ちょっと遠いこと、次の音楽屋って行儀めっちゃええからな。むしろ、うなさんファンしかおらんかったから。金がいらねえ。違う違う、ターボーの件。ああ、だからね、金もらってねえから客じゃねえよっつったの。
うるせえなお前、ゆうちゃんなんかお前、昨日お前な、実際伝票見たらな、7、8円ぐらいの会計なのに2万円ぐらいバーンと置いて帰ったから、いやー最高のお客様ですねって、いやもう俺はもうチンコビンビンだよ。ああこいついいよか、マジで配信でいいよか、マジでマジいいよ、相模2枚で行くんだみたいな、ああ最高っすよ、ああいや俺佐野さんのファンですからみたいなこと言ってね、ああとんでもねえジジイだ、お前ら今頃気がついてんじゃ終わりだよ本当。ああこれ僕へら当てつけすいませんけど、あの今日俺のことどっかエキサイティングショップに連れてってくれるんじゃないですか。違う、俺だって茶髪に行ったことないっすもん、ね、はぁ、あ、ほんまにないやん、2万回転超えたことないもん。よく言うよおめぇよ、俺知ってんだからな会計よ、なんだよ40万とかよ、バカなんだよ、もう脳みそが溶けてねえと40万の会計なんかしねえよ。厳しいなこれ、厳しい詰めやな、詰めるよ、ほんと詰めるよ、めっちゃ詰められるわ俺。ああこれ言うとけど、俺もうだってビンゴで当たってっから金額的には、あれは言ってるわこれよって、大体よお前よ、こんなよリスナーな、コロナのこの時期にな、クラブ行ってな、会計で、うん、皆さんもう俺攻撃やめて、ほんまいやいやいや、自分が今だって撃ったんじゃん、ゆきちさんも俺の会計めくり出してるから、このままの会計めくってんねん。いや大丈夫大丈夫、ゆきちゃんの連れてったところは大体17万ぐらいだっていうのは俺は把握してるから。めっちゃこう言ってんねん、いやこの人がめっちゃ金入ってる、俺も最初にしてるから、うるさいよもういつも200万ぐらい入れてるくせに。入ってないからね。ほら、なんか、ほら、こういう気にしてる。ああ、100万だね。100万入ってる。70万ぐらい入ってるの。いや、入ってる。よくいいよ。その幅は、嘘だ。いや、嘘、重さ。40。ちょっと4枚です。わかりました。後で ATM に走らせますから。いや、重さ。だから、こういうのを見せてください。僕、入ってなくて、なんか2回あるよね。4年付き合いで2回キャバクラでお金ゼロに行ってるやんな。財布来ます。財布来てる。うん、でもだ、店がよ、後でもいいですよって言っちゃうんだから。財布なんか持ってかなくたって飲める人間が何言ってんだよっていう話。カロスさんに戦いもらったやんな。ほんまに皆さん、あんねん、2回あんねん。マジで。アホなんじゃねえの、ほんと。だから今分かってくれているのはこの西村さんだけじゃなくて、クユさんも来てもらってる。ああ、もう自分の守りに入っちゃったよ、キイちゃんは。出た。クユさんおかわりです。はい。ダメよあの人は。もうほぼ嘘つきだからね。だって寄ってはるんだよ。いや寄ってねえから今日は。あ、もう始まった、今日早く、これはやばいね。今日まだ酔ってねえからや、ほんとよ、キャバクラの声ぶん殴っちゃうわな、ほんとよ。もうやめて、もうやめて。でも俺、ボーイはぶん殴ってないよね。いや、ですけど、ボーイ以上にぶん殴ったらあかん人を見にくくしてますよ。しかも4発ぐらいです。まあ、それはもう、あれ訴えられたら俺、多分逮捕だね。あれは、アウティだね。すぐ俺人引っ張られちゃうんだよ。うん。ああ。で、ちょっと僕出すぎたんで頑張りますよ。弱いぞ、弱いのよ。佐野さん、今日調子いいっすね。いや、そらそうだんべよ。なあ、だってよ、考えてみろよ。普通に俺店開けてさ、お客さん来ねえもんだと思って開けてるわけ。